はいどうも皆さんこんにちは、ツンツンです。今日なんですけれども、サイバースセイジが追加されたので、改めてダークフルード紹介していきたいと思います。このデッキなんですけれども、かなり強い部類になるんですが、回し方っていうのが最初はちょっと難しいと思います。というのが、サイバース族っていうのは自分自身の効果で特殊召喚できたりだったりだとか、追加効果があったりだとか、もう展開っていうのがかなり複雑というか、その時の手札次第でアドリブを使って、展開していかなきゃいけないテーマなんですね。なんですごく脳トレ的な要素があって、そういうのが好きな人からしたらめっちゃめっちゃ楽しいテーマだと思います。ちなみに僕はこのテーマめっちゃ好きです。で、とは言っても、先行展開、ある程度、まあパターンを覚えておいた方が、まあ、回しやすいかなと思ったので、今回は、いくつか取ってきました。先行4素材、カウンター4つ乗ったダークフルードを立てるルートと、カウンター3つ、まあ4つもいけるんだけれども、カウンター3つのダークフルードに、プラス、ファイアーウォールドラゴンプラスクロスワイプの盤面だったりだとか、あとは、イブリースを送りつけるパターンだったりだとか、あとは、こういうスキルの初動になるカードあるじゃん。セイジとか、ディフェンサーとか、ガーディアンとか。この辺引いてなくても、全然展開できるよっていうところだったりだとか。まあ、その辺とかをね、解説していきたいなと思います。では、早速ですが、リプレイ解説やっていきます。カードの細かい効果に関しては、前回の動画で、説明はしたんですけれども、今回も、リプレイ解説の中で触れていきたいと思うので、今の現段階でカードがわからないっていう人がいたとしても大丈夫です。説明していきます。では行きましょう。まずは先行、4カウンターのダークフルードをやっていきたいと思います。作る条件としてはリンク値3プラス、デバッカープラス、レベル2もしくはマイクロコー、レベル2プラスデバッカーの代わりに、ごめん、デバッカーの代わりにマイクロコーダープラス星4とかだったらいけたりとかします。まあ、まず、リンク値3ってどういうことかっていうと、サイバース、このファイ、ディフェンサーって1枚でリンク値3稼げるんですよ。こいつってリンク3まで伸びるっていう意味ね。なんだけど、リンク値3があれば、ひとまず大丈夫。で、レベル2、特殊召喚レベル2できる、カードプラス、デバッカーがいれば最高です。もしくはマイクロコーダープラス、デバッカーですね。で、マイニングで足りてない部分は取ってくることができますので、じゃあやっていきましょう。まず、ベイルリンクスにいきなりいける場合に関しては、こういう風にサンクチュアリを取ってきてから、このサンクチュアリをコストにマイニングってください。で、ファイアウォールディフェンサーは、サイバース族のリンクの素材として墓地を送られたら、デッキから、ファイアウォールガーディアンを特殊召喚することができます。で、サイバネットマイニングを使って、まずデバッカーを取ってきておきます。で、このまま、サイバースウィッチを作っていきます。で、ファイアウォールガーディアンは、サイバース族のリンク素材として墓地を送られたら、自身を特殊召喚することができます。この効果で特殊召喚したファイアウォールガーディアンは除外されます。サイバースウィッチの効果発動。自分のですね、リンクマーカーの下にモンスターが特殊召喚された時に、墓地から魔法カード1枚除外して、サイバーステージと、サイバネットリチュアルという儀式魔法を取ってくることができます。で、このサイバネットリチュアル、ここがキーカードになります。これで、デバッカーを落としてください。デバッカーを落とすことによって、何ができるかっていうと、このサイバースウィッチはこのサーチ効果を使った場合、墓地からレベル4以下サイバース1体を特殊召喚することができます。で、特殊召喚に成功したレディーデバッカーの効果発動1枚カードをサーチしていきます。マイクロコーダー取ってきます。これで、サイバースウィッチと、ファイアウォールガーディアンで合計リンク値3ですね。プラス、デバッカープラス星2の盤面ができていたので、この手札になります。このハンド左2つは気にしないでください。なんでまあ、言い換えると、ハンドが2つ余るんですね。なんで、例えばマイクロコーダーだけだった場合とかだったら、別のレベル4を持っていれば、レベル4をここに落として、サイバースウィッチへ釣り上げてっていうことをすると、手札に、手札1枚減る。ですけど、星2とマイクロコーダーとっていう2枚が手札に加わることになります。まあでも基本的には、足りてない方をデバッカーでサーチするので、そういうことにはならないんだけど。
はい。では、ここでですね、コードトーカーモンスターの、リンク召喚するときには、マイクロコーダーを手札の素材としてカウントすることができます。これが、リンクスって盤面が狭いので、4素材のダークフルートを作るときは、必ず、マイクロコーダーが絡むと覚えてください。マイクロコーダー絡みながら、レベル4、2体盤面に並びつつ、手札にレベル2がいる。これが条件です。はい。で、デコードトーカーが出たので、効果を使います。効果を使って、スキルを使って、5枚までデッキに戻すことができます。必ず戻してほしいのは、ファイアウォール、エクシードドラゴンです。で、今回は、サンクチュアリとベイルリンクスも戻しておきました。これが、まあ、大事ですね。で、ファイアウォール、エクシードドラゴン、今、戻したばかりのカードを、エクシード召喚していきます。で、サイバーステージの効果発動。サイバース族2体を除外して、融合召喚することができます。この融合召喚した2体で、融合とエクシーズ召喚した2体でハニーボット作ってください。で、レベル2をここで出します。で、このままサイバースインテグレーターというのを作ります。サイバースインテグレーターとサイバーステージの効果。サイバーステージは、墓地のモンスター1枚を手札に加えることができます。で、インテグレーターは、墓地から1体蘇生することができるのでシンクロ召喚成功時にそれでセイジを蘇生させます。で、ここでリンク5ですね、ダークフルードを作っていきます。ダークフルードはリンク召喚成功した場合に墓地のサイバース族の種類まで、カウントを置けます。儀式、今あるのは儀式モンスター、融合モンスター、エクシズモンスターの3つ、シンクロもいるか4つなんで合計4つの素材を置くことができます。1,2,3,4 ですね。インテグレーターは、墓地送られたらワンドローできます。これで、ハニーボットっていうのは、ハニーボットのリンクマーカーの先のモンスターは対象に取られません。戦闘でも破壊されません。で、ダークフルードは、今4回効果を無効にすることができます。という風な感じになってます。盤面としては。まとめると、まあ、リンク値3プラス、星2と、デバッカーが手札にある状態。これを作ることができれば OK です。で、まあ、星2とデバッカー、まあ、マイクロコーダーとデバッカーでもいい。結局、デバッカーで足りてない方、星2かマイクロコーダーかどっちかを差別するので、そんな感じになります。はい。では、次はですね、あれですね。先行3素材ダークフルードプラスファイアウォールドラゴンですね。3素材になるのはここでリンク召喚がエクシーズ召喚できないときです。星を2体でエクシーズ召喚ができないときはこうなるっていう風なことを覚えておいてください。ではですね、まずは今回はさっきと違ってディフェンサー絡んでないんですよ。ディフェンサー絡んでないときはちょっと動きが変わります。ディフェンサー絡んでなくてガーディアンスタートの時、こういう時も全然あります。で、まず、ベールリンクスで取ってきたサンクチュアリを捨ててデバッカー取ってきます。で、ここでサイバースウィッチなんですが、このサイバースウィッチの先に特殊召喚しなきゃいけないです。これで今回は星2のモンスター、特殊召喚できるモンスター引いてるのでここを出します。で、サイバネットリチュアルを打ってデバッカーを墓地送ります。ここはさっきと同じです。で、この後デバッカー特殊召喚するじゃん。で、マイクロコーダー取ってくるんだけど、ここでね、さっきと違うのは、エクシーズ組めないんよ。で、エクシーズ組めないと、素材、素材が1個減るって覚えておいてください。ダークフルードの。まあ、要はそれだけです。で、さっきとここは一緒ですね。で、この10日作っていきながら、マイクロコーダーの効果で1枚、カードをサーチしていきます。クロスワイプですね。で、まあ、これが、マイクロコーダー絡めないというか、星2を引いてない時っていうのは、マイクロコーダーを絡めるよりも、星2を作ること、星2を出すことっていうのを優先しちゃって大丈夫です。なんで、このクロスワイプが手札いないですよ、っていうこととかは結構あります。で、サイバースインテグレーター作って、サイバースステージを蘇生させつつ、まあ、手札コスト1枚を回収しておきます。これ何でもよかったです、正直。で、ハニーボット作って、で、ワンドローしてから、最後にサイバーステージ打ちます。はい。で、キマイラですね。で、もう一回ダークフルード作っていって、で、ファイアウォールドラゴンとかを出すときっていうのは、
最後の最後で DDR 打ちます。なんでこの DDR っていうのはただで、シンクロンクワンタムを出すかファイアウォールドラゴンを出すかの択に大きく分けてなるんだけど、これで妨害作ることができるのが強いです。でダークフルードでソーンバレルの効果を無効にしていきます。で今回はこの墓地にディフェンサーが落ちないんですよ。ディフェンサーが落ちているとファイアウォールモンスターが効果破壊されるときに墓地のこのカード除外できるっていうのがあるので、この辺ですね。ハニーボットは守れないんですけれども、この辺はブラックホールとかからも守ることができます。はい。で、相手はこうやって展開してくるんですが、魂のカードも取ってきてロンギヌスをサーチしてくる。ただ全然大丈夫です。で、こいつを手札に加えようとしたところ、ダークフルの効果発動で無効で、マグナバレット出てきてバルジも出てきます。ここも OK です。で、マズレフラッシュドラゴン出てきます。で、ファイアウォールドラゴンの効果でここバウンスしていきます。で、バーンって自爆してきたんですが、これはダークフルドで無効にしていきます。でさらにクロスワイプでハニーボットも使い終わったのでリリースして後ろ潰して GG という風な感じになります。こんな感じで、動かしていくことができます。では、イブリース送りつけパターンやっていきたいと思います。イブリース送りつけもね、簡単なんですよ。先に言ってしまうと、あ、この対面は展開伸ばすよりもイブリース投げつけた方が強いなって、なったら、デバッカーのところをイブリースサーチに変えるだけです。例えばですけれども、この反応でまずファイアーボールドラゴンがいるので、リンク値3まではまず自力でいかないとダメです。だからファイアウォールガーディアンしか引いてないんだったら、例えば横にリンクスレイヤーいるとか、まあ何かしらで伸ばしていかないといけないです。ディフェンサーで、ファイアウォールガーディアン取ってくる。でサイバネットマイニングでサンクチャリ、コストになったサンクチャリを素材にしてイブリース取ってきてください。で、これでよいしょ、ファイアウォールガーディアン特殊召喚サイバースイッチの効果でサーチしていって、でここで今まではデバッカー落としてましたよね、まあ、デバッカー落としていたところを落とすのがイブリースです。で、このままデコード投下を出していきます。で、イブリースの効果発動、自分フィールドから墓地に送られた時に相手フィールドに特殊召喚します。イブリースいる限り相手はリンクモンスターしか特殊召喚することができませんと。で、ファイアウォールドラゴンダークレード出していきます。ちなみになんですが、あと1体横展開できるモンスターがいたら、横にハニーボットを作ることができました。なんで手札が結構ね、特殊召喚できないモンスターで浮いちゃってるので、こういう風な場面になってしまったっていうだけですね。で、相手はラーなので、ラーはイブリースがいると特殊召喚できないので悲しい宿命を負っております。で、こうやってラーを取ってくるんですが、相手はターンエンドですね。はい。まあ一応デバッカー召喚で後続作ろうかなと思ったんだけど、もうこのまま殴って勝ちなので GG とさせていただきました。はい。こんな感じで動いていきます。では、最後ですね、必要かどうかはわからないんですけれども、一応手札が初動がない時でも、展開できますよというのをやっていきたいと思います。いや、このデッキね、マジでね、アドリブで動かしていくから、なんかデッキ回してる感あってすごい楽しいです。はい。で、高校に関しては、前回僕がダークフルドのデッキ紹介出してるんですけれども、まあそれで大体っていう風に思ってもらえたらいいかなと思います。で、基本的にはリンク値3まで伸びたら大丈夫です。初動なかったとしてもリンク値3まで伸びたら OK と思ってください。なんで、リンクスレイヤーだったりだとか、そういう風な特殊召喚できるモンスターいっぱい入れてるんですけれども、それで、OK ですね。イブリースを素材にしてベルリンクス出していきます。で、ミーアを使ってここ出していってからのサイバースイッチで、レベル2を出していってサイバースイッチ、ここでサーチ入れることによってスキルを使うことができるんですよね。これでマイニングを手札に加えて、で次の展開に、つなげていくことができます。でデバッカーを取ってきました。で展開しようとしたところで GG というふうな感じになります。こういうふうにですね、初動がなかったとしても無理やり、サイバースイッチからのサーチで、セージを取ってきて、でスキルを発動することができるというわけでございます。はい。というわけでいかがだったでしょうか。今日はダークフルドのデッキ紹介させていただきました。参考になりましたらぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。
で、このデッキはですね、あくまで回すことに特化している構築になりますので、環境によってロンギヌスだったりだとかは別の札強いと思います。そういう風な札を入れられたい方は、ご自身でデッキバランス調整してみてください。改めまして、ご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。